建造物がありますね。おおほほほ、なんだなんだ、でっかいアナルパール、すごいすごいすごい、何あれ、ん、ちょっと待って、この鍵穴ちょっとエロくないっていうか、回転、頭が痛い。ロボットとの接触は避けてください。ガチムチだな。想定よりだいぶガチムチしてるな。ああ、これで引っ張れるのすごいすごい。博士、応答。シャイルゲイ、無事だったか。はい、ですが数分で施設の状況がおかしくなりました。犯人はビクトル・ペトロフだ。コレクティブの中央ハブをハッキングし、ロボットに職員を襲わせたのだ。奴はアクセスコードを持っている。君の使命は奴を確保し、生きたまま連れてくることだ。ターゲットはビクトル・ペトロフ。彼を捕獲し連行します。頼んだぞ。以上だ。コンプレックスの入り口を見つける。コンプレックスまみれですけど、私はあ、これはさすがに攻撃できないか。ん、なんか赤いのは生き物か敵かって感じか、これ。しゃがめるね。しゃがめる。ん、こっちはあ、なんか溜めれるね。溜めて。ほう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 。弱攻撃と溜め攻撃みたいな。なんか気づかれたようとして。あ、なんだこれ。すげえ。ダッシュ移動みたいにできる。はめて。こいつ本当にこんなゆっくり来るのか。なんか急に速くなったりしない。おいしょ。ああ、首がいい感じ。吹っ飛ぶ。ああ、そうやってスピードアップしつつの。はい、こいつらは今んとこ遅いけど、本当にこのスピード感なんだ、こいつは。なんかもっとムービーで見たときは速くなかったから。おお、鶏が来た。びっくり。ん、他の敵はいない。ああ、急に飛び出してきたりしそうだからね。ちょっと油断ならないけど、何この球体。建造物がありますね。おおほほほ、なんだなんだ、でっかいアナルパール、すごいすごいすごい、何あれ。ターゲットの情報はコレクティブ 2.0 のリードエンジニアだ。反逆罪で逮捕後、バビロフで地域奉仕の判決を言い渡された。分かった、どこから捜査を始める。ペトロフは現在バビロフの地下にいる。まずは施設内へ入る手段を探そう。取り掛かろう。施設内に入る手段。お、助けてくれ。おい、今行く。無事か。誰でもいい、来てくれ。息ができない。ごめん、これ人間の声じゃなくない？大丈夫これ。なんかさ、見えてんだけど。ほら、ロボットじゃん。ん？いる？いないね。はい、完全に罠。やばいやばいやばい。ちょ。え、いやいや、そこに落とさんのは嫌。どこ、川屋ですよね。川屋の中は嫌だ。やっぱマフィア梶田さんに似てるのか。つぶらな瞳の。おほほほ。なになに？あ、おばあちゃん。不意をつかれた。気をつけな。ここは修羅場だよ。フィクションの世界に強いお年寄り大好きです。何しに来たんだい？通りがかりさ。名前は？ジーナでもばあさんでも好きに呼んどくれ。ここで何があった？大勢死んでるのか？ロボが人を襲ってる。人を見つけては手当たり次第。ひどいもんさ。武器がいる。何かないか。強いおばあさんっぽいな。そうかい。武器がいるんかい。それならこの下の施設に行きな。この下だと？バビロフか。ああ、私も行くからあんたついてるよ。鹿はまあ安全さ。なんか、おお。くそったれ、急ぎな。30秒しかないよ。30秒経ったら面倒どころか七面倒になっちまう。この人事情がよく分かってるっぽいですよね。なんか職員の人なのかな。急げ。ほら急ぐんだよ。この鍵を時計回りに回すんだ。時計回りだよ。なんで自分じゃなくてこっち側に。おばあちゃん。おほほほ。何する気だ。あんたたち。2日間よくもコケにしてくれたね。ただ単に年食ってるだけの人はあんまり必要以上に敬う気はないんですけど、こういう強い方は純粋に尊敬する。おお、すごいすごい。邪魔だ。大丈夫？誰かこの鍵をずっとねじっとかないといけないってことよ。だから完全にもう配役ミスというか、それでいいのか。おお、めっちゃちゃんと当たってるけど、いや嫌な予感がする。はい、来てる。おばあちゃん。お、あー、ノンストップ安全装置働くじゃん。結構な勢いで落ちてますけど、止まった。そしてちょっと待って、とりあえず一服じゃないし。なんなんだこれ。いや、まあ導入としてはとてもいい導入だったね。ん？あ、ジャンプできるのか。ちょっと暗いんだが、ちょっと明るくならんか。なんかあんの？なんだこれ。あ、なんか開くね。アイテムが手に入る。これは上を指し示してる。何があるの？暗いな、ちょっと見づらい。あ、これを使えってことか。なんかある。なんだこれ。なんか、あ、文字通りバルブのようなものを手に入れたけど、こっちは？こっち上行ける？あ、行けないか。あ、戻れってことね。あ、このバルブを使ってなんかしろってことか。はい。あ、ここが開くのか。使えんアドバイスは十分だ。ペトロフについてもっと聞かせろ。あら、スキップされた。なんかえらいことになってる。大丈夫？何か賑やかし、あー、なんか突然のホラー要素。はい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 。あ、いやいやいや、あー、ぶっといのが入っちゃう。あー、ぶっといのが負担な、直通しちゃった。貫通だわこれ。完全に貫通してる。なんだこれ。奴らには聞こえているぞ。なんかぶら下がってんな。叩き落とせる。ああ、へっそん。おい、なんだ。敵がヒットすると P3 を倒すパワー攻撃を行うことができる。もし敵が強力な攻撃を準備している場合、チャールズが回避する最適なタイミングを教えてくれる。赤いハイライトが見えたら丸を押して攻撃を回避できる。丸ってこのピャって横に移動するやつ。アドバイスをしても今は忙しい。強烈な攻撃が来たら避けることだ。これかよ。電気をまとった攻撃は特に危険だ。倒される可能性がある。これか。おぶねちょ、強くねえか。やばいやばい。強い。危ねえ。強いんだが。これ大丈夫？なんか難しいんだけど。シュッて横に避けろってことね。リソースの一回収集。目の前にたくさんの箱がある場合、その方向に R1 を長押しして R1 を離さずに移動する。これにより箱から全てのリソースを一気に集めることができる。あ、こういうこと？あ、でもこれ結構。あ、でもちょっとこれなんだろう。ちょっとこう、開けたいところにカーソル合わせないとダメっぽい。中に入れたものを収縮し、取り出すと元のサイズに復元するのだ。不思議だな。 SF の世界に住んでるみたいだ。これ地味にちょっと面倒かもしれない。ちゃんとカーソル合わせないと開かない。近くで適当にやったらいけるとかじゃないね。指令3826番施設副局長 M シュトックハウゼン、バビロフ管理部3826番施設局長同志サチノフより通達。1955年6月10日に、労働従業員を含む3826万施設の全従業員を対象にポリマーカーを実施する。施術後は必ず計画書に証明させること。みんなネットワークにつなごうとしてたんだな。これは大丈夫か。サチノさんも実は悪い人とかじゃないよね。出れる？あ、出れた。こっち側は気づかれぬよう接近して不意打ちを仕掛けるといい。あれか、その隙に私が無力化。これでここと、これで、あ、何や、なんだわからん。どうしたらいいんだ。丸を連打しときゃよかったのか。やばい。あ、なんか回復した。ちょっと適当にやったら回復したぞ。大丈夫かこれ。あぶね。こいつ瞬間移動みたいな声してくんだが。どこにいんだこれさ、なんか、ロックオンみたいなのないんか。ロックオンがないんだな。あるのかもしれんが、ロックオンがわからん。ロックオン攻撃みたいなのないの？難しいぞ、ちょっと。あと画面が暗いな。ちょっと画面明るくしたいんだから。最初終わったら調整するか。他は？あ、これか。欲しいアイテムが。大体取れた？ちょっと失礼。ん？これ明るくなった？暗くなってない？気のせい？わかりづらい。いや、明るくなってるような気もする。なんかこう滑らかにこう物が開いたりするのは面白いんだが。これなんだ？あれはピアが動いてるのか。3826番施設のピアは。非常用電源に接続されていて停止しない。だから職員は常に接触できる。だが使うにはパスワードかなんかが必要だろう。私が施設の端末にアクセスできるようにしてやろう。この後任務の途中で見つけるであろうチャーパーにもな。分かった。いまいち分かんないけど、とりあえずこうピアっていうのはパソコン的なものか。え、マジ暗いんだから。え、ちょっと待って、なんか間違ってるな。あ、ちょっと明るくなった。明るくなったっていうか明るくなりすぎたか。大丈夫か、ちょっとわかんないね。まあでも暗いよりは明るい方がいいか。おいグローブ、私の名前はチャールズだ。どうでもいい。ペトロフはどうやってハッキングを？犯行には一人ではなく複数の協力者がいたようだ。そいつらはどこに？すでに処分されている。君の助力なしでペトロフを捕らえるのは不可能だ。だから君がここにいる。なんだこれ。ん？なんか反応したよね。あ、この奥になんかあるのか。これは？お、いける。FPS でありつつの、まあ、ロールプレイングゲーム要素があるというか、ストーリー性があるっていうね。ああ、欲しい欲しい。もらえるアイテムは全部もらっていく。なんかまだいる？ちょっと待って、なんかここに赤いものなかった今。待って、こいつ動くんじゃない？やっぱりか。ごめん。ソ連の天才たちが作ったコレクティブをハッキングするのに成功したっていうのか。厳密に言えばハッキングはされていない。コンセクエンスアカデミーの共助チームが作ったアルゴリズムの穴をつくことは誰にもできない。ならこの騒ぎは何だ。犯人はコレクティブのアルゴリズムに偽の戦闘モードを組み込むことで中央ハブが全ての人間を侵略者とみなしたのだ。他の技術者には直せないのか。直せるが時間がかかる。その間に犠牲者が増える上、事件の話が施設内にも広がってしまうだろう。10人全部を敵と5人意識させて攻撃させてるってこと？やり手ですよね。チェスクラブ警備責任者 V ニューホーフ。1955年6月1日以降、従業員を休憩したチェスクラブが必要に応じて利用することになっている。強い選手がたまたま警備中に集中しているが、VDNH の素人が予選で敗退したことを考えると、彼らにはできる限りの時間を使って腕を磨く権利がある。次に控えているのはパブロフの研究助手たちで、侮ってはならない相手だ。追伸優勝商品は俺が隠し持っていた菓子18箱個分だ。出どころは聞くんだ。なんじゃそりゃ。あ、でもこういうのを読むことによって、なんだ急に人が倒れてきたか。人間、ストーリーのね、バックボーンとかが見えてくるのかな。いろいろさ、アイテムみたいなの手に入れてんだけど、これが後々なんかに使えるのかなんかこう。ちょっと待って、この鍵穴ちょっとエロくないっていうか、回転アクション。どういうことだ。なんかアナログスティックの角度を決めた後で、このアクションボタンを押すと回転が始まるんで、なんかこれで適切な角度を探すっぽいけど、なんか、あ、なんかうまいこといかんぞ、これ。難しいな。まあ、そのうち慣れたら、パカパカ開けるようになるのかな。パッカン開けるようになるのかな。なんか開けた場所やばそうだな。いるよね。なんか今気づかれてない？あ、来たわ。来た。急に来た。オッケー。危ね。これ開けた場所ならある程度どうにかなりそうだけど。危ね。え、なんだ？あ、なんか手に入れた。いきなり。いつ手に入れたこんな武器。全然当たんない。当たってるけど。ちょっと待って、武器どうやって切り替えんのこれ。んあんわからん。あ、左右で切り替えてんのか。っていうかいつ手に入れました、私ショットガン。敵倒したからせっかくね、アイテム手に入れてきたい。手に入れられるもんは手に入れてきたいよ。あら、なんかここも開けれる？開けれるね。安全地帯。休憩室はこのゲームの安全地帯となっている。どれも手動ゲームセーブマシンが設置されている。うわ、すごい。カートゥーン。雰囲気いいね。これはなんだ？なんか手に入った。で、ここでセーブできる。データ保存中。はいはいはい。データ保存はいいんだけど、なんかアップデート的な体を強化したりとかはできないのか？そういう要素は今のところない。ロールプレイングって言ってるから、なんかそういう要素もおいおい出てきそうではあるんだが。2体倒したけど、こっちは？え？ここは開かん。なんかそこの大きいとこ入れって言ってるけど、ん？怪しいね。あ、やっぱり来た。来たわ。来ると思ったわ。来ると思ったんだよね、私も。あぶね。あぶね。おう。どこもかしこも正常されてるな。ロボットが暴走し始めた直後、非常モードが作動したのだ。施設は現在ロックダウン中。内部セクターも同様だ。ここを開けるには、これには電磁ロックがかかっている。なら電磁気パルスで焼くまでだ。どうやればいい？グローブには EMP を発生させるショックモジュールを組み込める。ショックのインストールに必要な神経ポリマーの入ったカプセルが施設の敷地内にあるはずだ。なるほどな。すごい話を読み飛ばしたけど、結局その新しいなんか装置みたいなのをインストールしたら鍵が開けれるようになるってこと？ね、こっちか。お、あら？あ、これは普通に押す感じ。おかしいぞ。うん、すでにおかしいね。あー、いや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 、おーおー、すごいすごいすごい。何これ、掘削マシンじゃん。完全掘削マシン。はーい、あー、地下にいらっしゃい。はい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 。ずっぷり入っちゃった。さあ、しっかりして。よかった、もう少しよ。大丈夫だ。指は何本？あ、4本。よし、起きて手伝ってほしいの。彼らは結構な傷だな。あなたを連れてきたの、命の恩人でしょ。君は？私は医者よ。名前は？少し黙ってて。監視、監視。早くこっちに持ってきて。おい、これは？いいから早くして。神経ポリマーじゃないか。いらないわ。それで名前は？ラリサよ。全く質問が多いわね。これはもらうぞ。いいな。何をするの？いや、そういう場合じゃなくない？装備なんてないのに。俺にはある。これでなんとかなるな。一体どうやって？質問が多いな。おお、ちょっと待って、レーザー。いやいやいや、やばいやばいやばい。ああ、バッサリ。うわ、マヒアかじった。ちょっとパワー強っ。大丈夫？女の人、ラリサさんだっけ？こいつ強えな。危な、危ねえ。こいつ危ねえ。なんだこいつマジで。なんたらラボテック。おいしょ、しょ、あと一発ぐらいか。強い。おっしゃー、危な。チャールズ、ラリザはどこへ行った？わからない。排気ダクトが多数に分かれすぎている。わかった、後で探そう。彼女大丈夫っていうところですけど、ちょっと長くなっちゃったんで、今回はここで区切りにしてね、次回また続きをやっていこうかなと思います。なんか、忙しいですね。忙しいけど面白いわ。すごい面白い。特にかこの世界観がいいね。たまんない。ちょっとね、不定期になると思うんですけど、続きやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録、高評価、コメント、低評価、何でもね、いつも励みになっております。ありがとうございます。では、お疲れ様でした。じゃあね。